生き延びような。ルミンの家へ石川先生がおるはずだが。 誰か見たやもしれぬな。本当に驚いたよ。驚いたって、その野党に。酒井様。武士を知らぬか。弓取りだ。東へ向かわれました。狩りに加わるなら追いつけとことづてを。確かにお伝えしました。 石川先生が危ない。 その怪我かすり傷よ。何故先走ったのですか。巴の足取りをつかんだ。逃がしてたまるか。巴の兵でしょうか。わしの名を知っておった。新手が来ます。傷の手当てを。敵は私が。 まずまずの出来だ。あなたが囲まれるとは。巴の教えが良いのだ。訳は他にありましょう。
思い当たる節が申せ。巴に執着し、周りが一切見えておらぬからでは。わしとて過ちは犯す。相手が巴ゆえ、心を乱される。先を急ぐぞ。よし、影。どのような野営です。兵の多くは弓取り、赤島のあちこちで村を襲っておる。巴がその指揮を。あやつは我らを下すための手のいい道具よ。巴は猛虎に着く前にあなたを襲った。隠さず子細をお話しください。あやつは族の一味に加担したのだ。金のためにな。それが何だとおっしゃるのですか。まあ聞け。お主ならばその族を生かしておくか。あなたが先に襲ったのですね。そこらの族と同じように処したまで。弟子だというのに。ひいきするわけにはいかんからな。まず長尾広典、次は巴。お主はわしを裏切るでないぞ。あれは何事だ。戯れにあやめおって。これは稽古だ。情けはないのか。無意な殺しは士気を下げるのみ。薬も過ぎれば毒だ。巴は弟子入りを志す前は何をしておったのですか。あやつの母は小麦の商人の娘。父親は知らぬ。なぜ聞く。殺しは一日でならぬもの。たとえ弓の才があろうと。人殺しの血が流れておるということだ。また巴の仕業だ。赤島の民は家畜だとでも思っておるのか。あやつらは血に飢えておるのだろう。刃を磨くは人殺し、武士は心を磨かねばな。あなたは刃ではなく弓を磨いた。弓の腕のみ、人殺しではない。どこに才があると。弓の弦は傷ついたものを蔵に固定させ、矢尻は小刀の代わりに肉を切れる。つまり弓は刃にあらずと。そして武士は人殺しにあらず。巴が抗えば殺さねばなりません。どうかお覚悟。弟子の不始末は死が片付けねばなるまい。わしが切ろう。あなたはあえて獣を育てたわけではないでしょう。弟子に取った時、あやつの闇を見抜けんかった。だからこそ恐ろしいのですね。煩わしいだけだ。もう着くぞ。中山砦を思い出せ。敵陣を調べ、短所を見極め、策を練る。上出来だ。見るは二度、いるは一度。ここから歩こう。声がする。弓取りを着々と育てておるわ。あれは蒙古流の芸術。折衷だ。日本式との名。ムクロを的に。全くしつけがなっておらん。あそこを奪えば居所が分かりましょう。先陣を切れ。わしが弓で援護する。
なったものよ。金田の木でも見事だったぞ。思いがおらん。確かですか。調べましょう。 物資の目録、弓と的ばかりだ。豊玉の各所に送るようです。修練場を増やす腹積もりか。大綱と騎士に一つずつ、さらに増えるな。 文だ。日本語です。なんとある。大ハーンに謹んで申し上げます。この年の終わりまでに持てる技すべてを弓兵にお教えいたします。その暁には石川と堺の首を届けましょう。巴だな。わしの教えは水泡に帰した。ご決断を。 止めるすべはただ一つ。言われずともわかっておる。ならば証明してくださ。己はわしを愚弄するか。巴はこのわしの宝だ。いざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。先の目録。 修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。堺、お主は太刀の腕も器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。
やりかばの音量に違いねえ。隠れろ、隠れ。腕試しといくぞ。 Huh?
て。逃がしてやる。どこかに隠れろ。隠れるも何も、この近くにもう子供が野営を敷いてまして、通るもの全て捕らえてるんだ。調べてみろ。俺に任せておけ。
これからも頼むぞ。
違いねえ。お気をつけくだされ。元槍川は危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこの有様で。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのは槍川の怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。腰方より槍川武者は代々に対馬無類の剣士といえり、槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる秘伝の技こそ人呼んで憤怒の舞。いかなる守りも貫けり。憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より公。民これを慕えども公は志村の勢いを妬めり。事業を取り戻さんとて公は志村に謀反して、あまたの武者が相はずる。志村の父も弟どもも槍川秘伝の憤怒の舞に倒される。なれど堺の助くれば志村乱を鎮め、時より公を滅ぼせり。松子の意地で時より公苔の下よりよみがえり、志村を討たんとキス。いまだ元槍川の社には時より公への捧げ物絶えざる。民が願うは志村の死。時より公の怨霊は憤怒の舞にて受けたもう。怨霊が人を殺したとでも言いたいのか？この者らは客を騙し儲けを得ていた商人、恨みも買っておりましょう。誰かが死を願ったと？怨霊を祀る社に供物が満たされた時、報復の血が流れるといいます。どうすれば見つかる？怨霊に祈りが届くように槍川では藁や花びらを燃やして煙を立てるはず。それが目印になりましょう。お気をつけて。槍川の民は堺家への恨みを忘れてはおりません。昔の話であろう。あなたにとっては。怨霊への供物か。槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか？平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。堺様、何かご用ですか？平太郎はおるか？ここに。
何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を？猛虎の患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。猛虎に通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ？以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓？誰のものだ？藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるので、うまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営の者は特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば？有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。走れ影。で誰かが文を残したな。猛虎は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ？影、さあ。今までも殺したのか。盾か。技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜこの者らも殺した？助けて、出してください。落ち着け。鍵を開ける。ここで何が？本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ島の者も犠牲に？こいつら人を売ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく本領は次の社に向かったな。いや、
ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。走れ。走れ、かけ。どこかに隙間があるはずだ。長いこと使われておるようだが、槍川家の旗がある。槍川の武士の兜。社に備えられていたものだ。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。ここにも供物がある。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。影さあ、金剛の庭に心当たりは。白い花が一面に咲くというところだとしか。いや、金剛の庭を探しておるのだが。この近くの金剛力士をお探しください。名のある物資が掘ったもので、庭を見守るように立っています。
士の像、ここに違いない。社だ。だが怨霊は、俺に当ててある。槍川の怨霊に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。その動き見切った。お前も槍川で死ね。極めておる。これで終わりだ。違う。死ぬのはお前だ。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤った。フンヌの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。お前ほどの馬はいない。
海様。ケンジ、どうした。いや、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、分取るとしたら今ですよ今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あしらの分も島のみんなの分も。ん、この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた。猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった。待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。酒樽があるぞ。お主何か知っておるな。猛虎に酒売ってるのあっしだけだと思ってません。ああ、そんな、ひどい。食料と薬があるぞ。着物に、革に、絹に、材木、これで大勢救われる。ほら、来てよかったでしょ。食料も多いな。魚、野菜、米、泡、これらすべて島のものか。奴らの口にも合うんですね。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた。スゲガサ州から盗んだ。酒井様、もうこの木をそらせます。逃げるつもりか。そんなそんな、策ですよ。信じ、当てにはならんな。そやつと逃げろ。Oh!
ケンジ、夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願い出して。なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ助かった。これからどうするのだ？これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持って行け。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。失敗したじゃないか。怒るな。万事うまくいったのに。うまくいってない。猛虎も菅笠衆も死んで、欲しいもんは手に入った。これで槍川のルミも喜んでくれるって寸法。お前は。名馬だ。何か手はあるさ。見つかったら殺される。アザモからも出られたろ。死にかけたじゃないか。ジン、待ってたよ。
なぜあの者らは町の外に。猛虎が槍川を囲ってて入れないんですよ。叔父上の宿敵と手を結ぶは難儀かと思ったが、なるほどな。向こうも味方が欲しいんだ。うまくいく。ではまず猛虎を打ち払い、助力を願おう。槍川の者と話したいが、町に入れぬのではな。いや、入れる。隠れ道があるんだ。それは子供の頃の話だ。もし残ってたってたどり着けないだろう。やるかいはある。それじゃあ猛虎の陣立てを見られる場所行こう。この町へまた戻ってくるとはね。どこを見ても昔が蘇る。じゃあ目をつぶってな。槍川の乱の折、町にいたのか。その前に町を出てた。ガキの頃さ。親と共にか。まあそんなとこ。この音ってもしや。町へ向かってる。ここは待て。消えたね。こっちだ。来るんじゃなかった。今さら何さ。だってこんなところ。誰しもいつか故郷に戻る時が来て、過去と向き合うのだ。俺らの町、敵に囲まれてるね。槍川はもうおしまいだ。ユナ、隠れ道はどこだ。壁沿いに川が見えるだろう。あそこまで行けりゃ案内できるよ。敵陣を抜けるなんて無理だ。それに隠れ道が猛虎に見つかれてもしたら、槍川の民が殺されます。タカ、お主の火事に命を預けた。お主も俺を信じてくれ。承知しました。川まで無事にたどり着けるでしょうか。手はあるはずだ。あの壁長くは持たんな。アザモと同じく槍川も直に落ちよう。槍川の連中、捕まるより死を選ぶだろうね。こちらから仕掛けて猛虎を退けるか。それはいけません。そうだね、勝ち目は薄い。隠れ道はあそこにあるはずだ。あの白い木の奥。猛虎に見つかっておらぬとよいが。陣立てを抜ける手はないか。川まで進めば見つからずに隠れ道を探せそうだ。まさかそれが策。残っているかもわからない隠れ道のために、見たこともないほど大きな陣立てを抜けるんですか。離れるでないぞ。もちろんです。行こう。槍川なんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、槍川はひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。青春，哎！
行こう。やりかはなんかで命をかけることになるとはね。言い出したのはお主だ。ブー君が必要なんだよ。早く島を出たいからね。いい町だったな。小さかったあんたには分かんないよ。飯も食えないわっぱにゃ、やりかはひどいとこだったよ。だから去ったのか。いえ、俺のせいなんです。あんたのせいじゃない。やるんですね。走れるな。昔ここで田んぼを取った。だよね。で、戦わせた。片方が槍川の侍。もう片方は…地頭の配下。そっちがいつも負ける。愉快な遊びだ。込んでおったのか。町に入ったら私が話す。そうしてもらおう。何者だ。どうやって入った。私はここの生まれだよ。猛虎に見られたか。いや、それより猛虎の囲いだが。おのれ侍の格好なんかしやがって。誰から剥ぎ取りやがった。いや、どうじゃない、クロード様だ。クロードだと。宇治政様に会わせるが、妙な真似をしたらすぐに切り伏せるぞ。佐藤さんにお知らせしろ。直ちに。宇治政、槍川殿の末の息子の名だが、槍川家は叔父上が追放したはず。影じゃ未だに槍川がのさばってる。乱は沈められても、志村家を恨む奴らがその度に生まれるんだ。猛虎が橋を渡ってくる。お主らついてまいれ。離れるでないぞ。何でしょうか。何やら騒がしいが。これはまずい。頭もいる。町を落としに来たの。猛虎は何が望みだ。アンマルメン、槍川の民よ。我が名はテモゲ、この部隊の長だ。己らの返答次第で未来が決まる。道は二つ。我らが黒旗を掲げる前にこの門を開けば、情けをかけよ。さもなくば己らに無ごたらし死をくれてやる。どちらかを選べ。長くは待たんぞ。去ったな。行くぞ。槍川が下れば
おじうやは追い詰められる。心配ない、やすやすとは降伏しないさ。戦ったら町は血の海だ。槍川とて助けがいるはずだ。手を結び共に猛虎を撃てばよい。槍川は志村様を恨んでいます。生き延びたくば遺恨など忘れねばならん。根が深いのさ。佐藤さんがお会いになる。俺はこれで鍛冶屋を見ときたいんだ。酒井殿。宇治政殿か。いやはや志村殿の甥子がよもやあのクロードの正体とは。知られれば罰されましょう。かつての我が槍川一族のように。それは反乱の報いであろうが。昔のことだろう。今はこの島の危機なんだよ。こちらは下女ですかな。槍川の出だよ。だが地頭の手下になったか。いや、この酒井の一味さ、クロードのね。囲いを破るお手伝いをいたそう。その代わり志村殿にご加勢願いたい。猛虎の狙いは本土であろう。じきに対馬を去る。槍川は滅びぬさ。助けなしでな。無念ではあるが。鷹を探そう。とんだのなしだね。まだ時はある。島中が襲われてる。次は槍川なんだよ。これでもわからないなら大バカだ。鷹は毎日ここの鍛冶屋に通ってた。鉄の余りがあるときは親方の真似をしてたね。鍛冶屋とは会えた。代替わりして親方はもうどうでした。宇治政のやつは守り抜けると思ってる。腕利きの弓取りらが宇治政の命に背き、猛虎を討ちに出てから行方が知れぬそうです。そやつらを見つけ猛虎の囲いを破れば槍川と結べるやん。元槍川で落ち合おうじゃないか。弓取りを探そう。クロードの戦いを見せてやるか。土を持ってた。あんたが使わせてもらう。ってやつ。覚えてたよりずっと小さかったよ。いつも火事場にいたね。動かすのが大変で。何かご入り用でしょうか。鎧を整えてもよろしいでしょうか。では俺で安全です。
先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がって、ついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。についてのご用があればお役に立ちましょう。太刀の切れ味を鮮やかに生かしましょう。お前がいてよかった。この辺りに住んでたよね。話そらすんじゃない。言うな、タカも呼んだのか。来るなって言ったんだよ。俺にも手伝わせてください。槍川に残っても
役に立ちませんし。死なれるよりはマシさ。消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう。励みます。お邪魔にはなりません。わかった。だが用心し、ユナに従え。承知しました。手がかりはあったか。この辺で見たって話だけど、気配はないね。探してみよう。猛虎が死んでおる。私じゃない。焼き傷があるな。でも矢がない。誰かが抜いた。また使うんだろう。かなりの腕前だな。足跡3、いや4人だ。どこへ行ったのでしょう。調べよう。ここではコオロギを取ったな。よく来てたね。それに竹を編んでカゴを作った。なんでコオロギ取りしてたか覚えてる？いや。母さんから遠ざけるためさ。腹を立てるとあんたに八つ当たりするから。コオロギに感謝しな。あの家に続いては侍が住んでたね。相撲じゃ負けた。タカ！ごめん。死ぬとこだったんだよ。中を調べよう。私は外を見る。御座がある。ここに泊まったか。熊には食われてなさそう。熊が兵糧を食ったか。おかげで死なずに済んだ。ありがたや。矢尻に譲る。三河用の皮も。弓取りはここにいた。ジェン、タカ、こっちに来て。焚き火がまだ暖かい。この家を建ったばかりだな。近くにおるぞ。猛虎の火薬を盗んだのか。いい根性してるね。足跡だ。いました。あそこの丘を登ってるね。訳があるようだな。身を低くして声を潜めろ。お侍が生きてる。こっちへ来い。槍川の弓取りと見受けるが。数は減った。兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな。他にはいないの？捕まった。ここまで追ったが。我らも手を貸そう。うん、腕は立つようだな。わしは大国酒井陣。志村じゃない。なら手を貸してくれよ。まず野営を見てみよう。捕虜を運ぶ部隊、どうやら直に立つようだな。元槍川の向こうにある野営に向かうのだ。立たれる前に動かねばなるまい。槍川の弓取り、皆無事だ。一時でも早く助けてやらねばな。行き先はつかめた。先回りして罠を仕掛ける方がいい。奇襲に向かない地形だね。元槍川はどうです？
道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。なかなかの策士ですな。よし、猛虎より先に動くぞ。猛虎はこっちに向かってる。タカ、小屋の中に隠れてて。嫌だ、ここに残って俺も戦う。ジン、頼むよ。タカが決めたことであろう。じゃああんたが守ってやってね。怖いか？いえ、そんなこと。少しだけ。姉さんもあなたも怖いものを知らずでしょ。恐れを知る者こそが強くなる。父が言っておった。俺に父はいません。怖くなると頭も体も動かないんです。鍛錬が足りぬだけだ。ユナは幾度も七に立っておる。お主とは場数が違う。姉さんには何度も救われた。俺もだ。来たな。猛虎が近づいたら樽を射る。酒井様、動けません。お主ならできる。恐れる心を力に変えろ。やってみます。今ですか？まだだ。もう十分近いですよね。酒井殿。よくやった大黒。仲間を連れて槍川に戻れ。直ちに。いやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった。共に囲いを破ってはくれぬか。宇治政殿次第だ。わしが取りなそう。噂通りだな。まれに見る豪の者じゃないか。タカ、悪いけどジンと話があるんだ。槍川で待ってる。やったよ。タカが死んでもおかしくなかった。落ちかけたし。しかし見事にやってくれたぞ。
置いてくればよかった。ユナ、心持ちはわかるが、タカは赤子ではない。あの子は戦えない。素質はある。あんたは何も知らないだろう。トアにかばってやるつもりか。タカのことは私が決める。口を出すんじゃないよ。もう戻らなきゃ。囲いを何とかするんだろう。町で会おう。坂井殿。新参の調子はどうだ。皆士気が上がっとる。クロードが味方だからな。坂井様、お戻りで。何を思案しておる。厄介事か。今は厄介事ばかりですが、麗しい地へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。戦に備えて心を鎮め、体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。お侍様、てっきり亡くなったのかと。まだ生きておるぞ。ここで何をしている。我が家の染めの技を残そうと思いまして、店を開きました。黒に染め上げましょう。火に焦げた木のごとし、カラスの羽のごとし。素材をお持ちくだされば喜んで染めて差し上げましょう。
猛虎は影が襲ってきたと思うでしょうね。何の話だ。旅のアキュードを襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえぬ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ？ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。行けば真相がわかるか。先生。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。足跡をたどれば野営の場所を突き止められます。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて叱るのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。
だがどうしてか行商が通ったのか後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所、道を封じて士気を下げる策か。まだ定かではない。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。死の果てまでも追い詰めてやるわ。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。屈指の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず、通れば死する。なるほど、考えたの。街道を進んだ。見つけ出すぞ。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の民を死なせてたまるか。来い。せいてはことを仕損じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。助けてください。動くな。ああ、ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。おのれ。賭けだ。巴の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は二日前に話をした。巴と。この女とだ。蒙古と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止めて知らせろと頼んだのだ。村の女子に。失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです。わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか。だからこれまで生き延びたのだ。おぬしは違うか。クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。
大綱にも修練場があるぞ。つまり野営を見つけたのはランか。さようでございます。サカイ、石川先生、これも巴の仕業ですか。猛虎と暴れ回っておるわ。蘭という娘が居所を知っておる。行きましょう。いかにして蘭は野営の場所を。森の中で偶然見かけたらしい。死なずに済むとは。他の者は殺された。お主がランか。はい、そうです。島の女子が猛虎を率いておったか。巴です。あの顔は忘れもしません。かつてこの地を住処にしていた族と手を結んでおりましたから。どういうことだ。あやつの出は小麦のはずだぞ。ここを気に入ったようで。あの女は大綱を何年も脅かしておりました。目隠しをしたまま空を飛び回る鷹を射落とせる腕前だとか。やつらの野営はどこにあった。ここから南西の森、西側の浜と川の間です。巴め、授けた技も明かした秘密も無駄に終わったらわしも老いたな。なぜ嘘をついた。
ご存知なかったのですね。いさかいの前、巴を養子にとって跡取りにしようと考えておった。巴にとってそれは行幸であったはず。だが取り下げた。あやつが人殺しだから。わしが未熟だったからだ。元の暮らしに戻してしまった。良い暮らしができる機会を取りこぼし、さらに民を脅かすなど。皆まで言わずともよい。先生、この先すべきことのお覚悟はありますか。まずは野営を探すぞ。これ以上罪を重ねる前に止めねば。巴が馴染みある地に戻ったということは捨て身なのであろうな。しかし味方は元という国ですぞ。修練場が潰れるたびハーンの心は離れるというもの。ならば楔を打ち込み優位に立ちましょう。その末に巴が猛虎を見放したら。罪を犯した以上罰を受けるべきかと。共に戦う意志があってもか。信用に足ると。いや、巴は大綱を脅かしていたそうですが、あやつが若かった昔の話でしょう。成人する前だ。その年で賊と連れ立っておった。先生の手に余りそうだ。妙なことはなかったのですか。弟子入りしたばかりの頃は懐に小刀を隠し、食料も隠れて貯めておった。日差しを見逃していたわけですか。他にもあったな。だがあやつを後継ぎにしたいばかりにあえて目をそらしてしまった。野営はこの近くだ。弓で待ち伏せるには最適の場。気を抜くな。馬を降りろ。固め、野営が見える場所を探す。ここだ。作りは同じか。何が見える。ムクロが的にされております。まこと巴らしい。日本式の矢。そうであろう。野営を襲う。巴を見落とすでないぞ。心得ております。まずはお主から行け。
先生、あれを。巴であろう。石川、そしてクロード、二人ともしつこい男。旧兵は死んだ、諦めろ。敵です。お前を追え。ここは食い止める。逃げ場はないぞ。お前に何がわかる。どこまで逃げるつもりだ。追いついてごらんよ、高井殿。酒井陣だね。石川の犬。お前は輝かしき未来を取りこぼした弓の天才。そう言われたの。巴、談話が望みか。お前に教えてやろうと思って。油断すると刺されるよ、私のようにね。祝言はいらぬ、決着をつけるぞ。すでについてる。味方もいない、一人だ。弓を下ろせ、巴。なぜ飛び降りた。どこに消えた。先生に伝えねば。よし、かけ。よし。惑い行きつつ弔えば。何を思うぞ、知る者もなし。
酒井、どうだった？私を殺さず、巴は逃げました。お主、逃がしたのか？飛び降りたのです。崖から。くだらん芝居に引っかかりおって。悩んでおるようでした。何か言われたのか？あなたが私を裏切ると。ざれ言よ。お主の方がくさびを打ち込まれたな。よく聞いておる。いえ、聞いてなど。そうか。ともあれ、次にこのわしを疑うときはまず己に問うてみよう。ともえは諦めておらん。おそらく北へ向かい、猛虎の機嫌を取るだろう。見つけましょう。待たせてしまったな。あなたがいなければどうなってたことか。道中気をつけよ。Ah! Ah! 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 Ah!
ません。動くな。情け深いお方でよかった。もう安全だ。さあ、
る。いつか穏やかな旅に出ようか。いや、かけろ、かけ。安らげるよう願う。走れ、かけ。
かかってこい。アレクボルチッチ、オクホルタントルネゴディ。ムジョーク、ザファク、アラルキ。待たせてしまったな。ありがとうございます。沼田の近くの湿地に行ってはいけませんよ。猛虎が隠れているんです。奴らも知恵が回る。略奪の足場となり、金田の木から出た者も襲える。もしかして行くのですか。行かずに何とする。よし、影。影、さあ。叔父上はお年を召された。俺が気づかなかったのか。この戦のせいか。神社が荒らされておるな。誰の仕業だ。狐のむくろだ。神の使いを辱めるとはな。元には戻るまい。よくも先人の努力を。むごいな。悪心を起こしたようだ。Tsushimaの民に対する侮辱だ。犯人を知らぬか。猛虎だ。奴らの所業か。
まだ兵がおるはず。撃ってこい。ウクロがあんなに不届き者どもめ。私は仲間を傷つける輩はおらぬぞ。友を弔ってやってこい。猛虎は湯を恐れているのか。荒らされているところはないようですね。ふん、硫黄の匂いを嫌うのか、浸かると病になると思っておるのか。恐れたままでいてほしいものです。対馬の湯には力が湧き上がる不思議な効用がありますのでね。俺も探してみよう。
お前は名馬だ。走れ、かけ。よし、いい子だ。さあ、ネギオンファッシンタ、え？
perdió. Ya que próximo. Y harasta. ありがとう。道中気をつけよ。 動くな。なんとお礼を申したらいいか。さあ、早く逃げよう。 今はおやめください。 逃がしてやる。 畑を失ってしまうかと思いました。 鍵は猛虎に奪われたのか。 いえ、お持ちください。 これで猛虎はもう何も奪えません。 鍵は揃った。 鎧は赤島にある山の上だったな。
よし、影。いざ勝負！鍵を刺した。Mm-hmm.
わっ、あれか。御作の鎧、噂通りか猛虎で試してみるか。頑丈で驚くほど軽い。友を弔ってやってこい。誰が相手だ。
かけろ、かけ。 一番手は誰だ？ いい子だ、影。さあ、かかってこい。 Oh!
ってこい。ブーチゴクピノザファコアラロキアラよし。影、さあ。あたしの兄はお侍に憧れていて、竹の稽古台を作ってずっと市内を振り回してましたよ。竹を切るか、腕を上げるのに良さそうだな。お主の兄と稽古したいものだ。恐れながら兄はすでに病で、ですが上りと稽古台を見るたびに兄を思い出します。無念であったな。礼を言う。達者で。鎧でも結構です。より頑丈になりました。もうこの刃は通しません。お体の傷も減りましょう。これ以上は鍛えられないようです。あなた様のお役に立ててよかった。
酒井様。乗りを。